高木真理君、はい、立憲民主社民の高木真理ですよろしくお願いいたしますまずはじめに障害者の生活を支える制度についてということで伺いたいと思っています私のもとにメールがやってまいりましたまあ、京都府に在住の方で障害をお持ちの方です同じ女性として助けてくださいという言葉から始まっているメールでありました えー、読ませていただいて、まあ、この方、えー、母子家庭で、えー、お母さんの方でいらっしゃいますけれども、お子さんが、えー、まだ、えー、学齢期にあるときに中途障害、医療過護によって中途障害で過死障害を負って 二級になっていらっしゃって、そうした中で、障害年金、この方は厚生年金部分の障害年金ももらっていらっしゃる方でありますけれども、それでも10万円未満の生活費で、どうやって生活していくんでしょうと。 でその,あの住宅なども、えー、障害者がに対応してくれるような、そうした、えー、不営住宅、あるいは市営住宅など、えー、に入ることもできず、本当に苦しい生活だということで、えー、ご意見をいただきました。 この方は10年ぐらい、こうした意見を議員たちに届ける生活を今までも活動というか、意見表明はしていらしたようなんでありますけれども、こういう方、は私、メールを拝見して、お一人じゃないと、たくさんいると、とても思いました。なので、質問をさせていただきます。資料をお配りをしておりますけれども、障害年金、これ、 老齢年金と同じように、2階建てということにはなっていて、基礎部分と上乗せ部分、厚生年金部分とありますけれども、この基礎部分、老齢年金を基本にしているということで、2級だと同じ金額ということであります。老齢年金の場合には、まあ、支給開始年齢がいつになりますよと、まあ、これ、だんだん引き上げになったりとか、今、しておりますけれども、 年を重ねていく中で自分のこう人生の中の資産形成と申しましょうかどういうふうにその老後を迎えるときに向かって貯蓄をしていくかとかどのぐらいまで働けるように頑張ろうとか、まあ、そういう,こう計画を立てながらいけますけれども途中で障害を負う、まあ、あの生まれながらにして障害を負っている場合も同じでありますけれどもそこに向けて資産形成をするとかっていうことができるわけではない状況で えー、障害状態に陥りますそして、そうした中で、えーまあ、この上乗せ部分があるという話も、まあ、この方は、えー、たまたま、えー、厚生年金部分がもらえる方でありますけれども、これ、仕事辞めたあと、次も転職の期間とか、まあ、そういうときに障害を負うと、これも国民年、えー、基礎年金部分しかもらえないということで、えー え大変低い金額になります。まあ、これでえ暮らしていけというのは本当に大変なことだと思います。えー、そもそもまなんか障害の度合いに応じて年金も変わるわけでありますけれども、この金額であの働ける ればもちろん足しになりますが、えー、この方もすごく就職先を探して頑張っているけれども、えー、中高年になってくると、なかなか就職先も一切決まってこない、えー、フルリモートで就職できれば本当にいいけれども、移動も過失障害があってままならない中で、そういうところまで受け入れてくれる職場はない。そうした中で、この 金額で暮らささななけければいいいいい障害者ととうのはもうたくさんいると思いますこの障害年金の金額決定というのは、どういう考えをもとに、この金額に決めているのか、お答えください橋本年金局長。公的年金制度は、老齢、傷病、死亡などのリスクに備えて、あらかじめ保険料を負担することで、 保険事故に対して必要な給付を受けることができる仕組みでございまして、大きく分けて、老齢年金、障害年金、遺族年金のこの3種類の年金がございます。このうちの障害年金は、通常は加齢に伴って起こる家督能力の喪失が、現役期に障害状態となって早期に到来するということに対応するものでございまして、 その家督能力の創出に対して、日常生活能力や労働能力の著しい制限といった観点に着目して、所得交渉を行うということを目的としております。このような目的のもと、障害年金の金額は、老年年金と同水準であるということを基本としつつ、障害一級の方はその1.25倍とするなど、特に配慮して設定をしておりまして、まあ、あの障,害の障害基礎年金の2級であれば、 40年間拠出をされたケースの老齢基礎年金の満額と同額ということでございますし、障害基礎年金の一級ということであれば、その40年間拠出した老齢基礎年金の満額の1.25倍ということでございます高木麻里君あの。老齢年金が、まあ、年齢を重ねて、家督能力がなくなったからもらえる金額として、それなので、同じように家督 能力がなくなったら同じ金額でいいでしょうっていうまあ説明だったんですけど、そもそもこの金額で暮らせるという考えで今お答えいただいたでしょうか。すみませんお願いします。橋本年金局長、まあその年金というのはまさにさまざまな社会保障の機能の中で。 まあ貧困になるということを防ぐ、まあ、防貧の機能というふうなものを担っている社会保障制度であります。したがいまして、まあ、一定のリスクに対して、えー、それに拠出をあらかじめにすることで備えるということで、まああのー、その保険事故が起こったときには、それに見合った給付を受けることができると。 いいうものでございます必ずしもお、まあ、老齢年金も同じでございますけれども、年金額というものが生活のすべてと、生活費のすべてということを、す、ま、べ、あ、てを賄うということが、まあ、必ずしも予定されているものではないということでございます高木まり君あの。必ずしもすべてを補わないということでも、障害を負った場合には、それしか収入源がなくなるということ だと思います要は老齢年金であれば、そういう制度ですよと言われていく中で備えていくことができるというのは、先ほど申し上げましたけれども、防品っていっても、それしか収入がないのに、そこまでどれだけ貯蓄があるかどうかで、それを切り崩せるかどうかで生活が変わるっておかしいと思います、えー、次に行きます。 あの障害年金、まあ、今ご説明のような制度でありますけれども、えーまあ、年金制度なので支え合う仕組みとしては、まあ、長期構想でまあ運営はされております、えーまあ、こうした2階建ての部分で障害もなったのは1985年ということですが、厚生年金部分が最初に1941年に障害の部分が設計をされて始まっているものというふうに。えー 伺っております、まあ、しかし、こうしたこう長期の構想で運営していくもの、だから、まあ、老齢基礎年金の部分で、6万6050円ですか、まあ、こういう金額でということで、そのくらいの水準でまあずっと来てるんでしょうけれども、これ、取り巻く社会っていうのもどんどん変化してると思うんですね。 えー、昔であれば、まあ、家族の中で、えー、障害が出た方を見ていくのが、まあ、そういう社会のあり方みたいなところが、まあ、大部分ということもあったかもしれません。でも 介護もそれで家族内で介護してた、まあ、それではもうできないよねということで、介護保険制度を作って、社会的にも介護できるような仕組みを整えてきた、そうした中でもちろんあの自立支援制度とかも入っておりますけれども、この障害を負っている方が暮らしていくとに、今申し上げた母子家庭で、お母さんが、えー 障害を負っているという場合もあるわけですお一人でこの障害年金だけで暮らさなければいけない方もいますその方がこうした金額では暮らしていけないという中で社会のありようの中で、えー、この年金というののまあ金額の設定そういうものも、えー、考えていく変化させていく必要があるのではないかと思いますがいかがでしょうか 加藤厚労大臣あのまさに年金制度については、不断に見直しをしていくことが必要であります。委員がおっしゃったようにまずちょ、まず年金制度ですから、長期的に運営ができなければなりませんから、これは5年ごとに、えー、財政、えー、財政検証をさせていただいておりますし、その際、その段階段階で提供すべき事案に対して、年金制度の改革もさせていただいています。ただ、この年金制度というのは、い、まあ、わばこう基礎的な部分で、で従って、例えば、 今、障害者の事例もお話がありました、高齢者になった方においても、全く貯蓄、まあ、賃金に、えー、仕事に恵まれることなく、ですね大変厳しい状況で老齢、高齢期を迎える方も一方でいらっしゃるわけであります。したがって、それぞれその個々において、いろんな事情がありますんで、まず年金として、そうしたベースをご支援する中で、あとはその状況、状況に応じて、例えば障害であれば重度の方に対して、それに対する支給をする仕組みもあります。 あるいは生活が厳しい方に対するさまざまな公的な支援制度もあります、まさにそうしたものを組み合わせていく中において、ですねそれぞれの方の生活を支えていくというのが、今のこの我々の社会保障の仕組みになっているというふうに認識をしています高木、はいえー、まああ障害が重い方方一級の方は金額も少し上でありますし、えー とても重い方には、特別障害者手当、これ月27,980円、これが支給されるという制度もあるのも承知をしています。まあ、しかし、これもそれで生活ができるかという問題でありますし、やはりもう家族の在り方が変わってくる中では、まあ、やはり他の人の稼ぎで何とか障害者が支えてもらうということが難しくなってきているので、ここの視点も、 えま、年金制度というのは変えるのが難しいというまあ説明もまあ一部わかるところではありますが、考えていかなければいけないことだと思います。で、あの次伺いたいのは今のような。まあ、いろんな社会保障の制度で障害者の暮らしも支えるんだ。とはいえ、それこそあの。 職業をきちんと紹介をしようというのも、なかなか、えー、ちゃんと皆さんにし欲しいと、職業に就きたいと思う方に、職業が得られるようなところまでは行っておりませんし。 公営住宅だって入りたいと思っても入れない、そうした、まあ、厳しい状況に置かれている方、実はとてもたくさんいると思います。そうした中で、えー、この制度設計そのものが、その年金だけでは暮らせない、そうすると、まあ、貯蓄なりなんなりをどんどん取り崩していっていただいて、最後は家も売って、 生活保護になるところまで行っていただいたら、あとは生活保護で面倒を見ますよというのが、障害者の方に対する姿勢なのかなというふうに、えー、思ってしまうんですが、この生活保護との関係について、どうお考えでしょうか加藤厚労大臣。あの、まあ、障害がある、ないということと、まあなんかその所得が十分、うん、生活に十分かって、まあ、両方あるんだろうと思いますけれども。 あのまず障害に関して申し上げれば、基本的に本来だったら年金制度で言えば、一定の年齢になって支給されるものが、その段階で支給される、また加算される仕組みを持っている、あるいは障害に関して特別な 障害特別障害者手当などの所得保障を行っていく、あるいは医療、介護等におけるさまざまな軽減措置、そして就労可能な方に対しては、就労できる機会をさまざまな形で提供する、まあ、こうした努力をしたでえで、そして、 最終のセーーフティーネットとしては、まあ、生活保護制度がある、まあ、これは障害者に限らず、一般のわれわれにおいてもそういう仕組みの中で、まあ、最後のセーフティーネットとして、生活保護が位置づけられているこういうふうに考えております高木理君、ま君。生活保護は誰にとっても最後のセーフティーネットなんですけれども、そこに障害を持ったときから、もう、 行くことがこう運命づけられるみたいな、そういう制度設計ってやっぱりおかしいと思うんですね、で生活保護であると、やはり医療も、まあ、医療扶助は受けられますけれどもえ、医療ももちろん選べなくなってまいりますし、えそのいろいろ資産ももちろん持てない。えその たくさん資産を持つということではなくて、あの最小限のこう生活の自由みたいなものを得ようと思っても、それが難しくなってくる、えー、この方なんかも、えー、ちょっとでも家を出て、少し旅行に行きたいというふうに思っても、 もう今の暮らしだと、本当に10万円以下の中で家からなかなか出ることもできないというようなことをおっしゃっておりましたけれども、生活保護ということを選んでも、またこれ、医療の面、あるいは暮らしの面、いろいろあって、そちらも選べないということを言っていました。 そうした中では、やはりもっと障害をお持ちの方が、普通に生活保護ではない仕組みの中で、暮らしていける仕組みというのを作る必要が私はあると思います。年金が長期の運用でやるので、どうしても変えていくことが、金額のベースを変えることが難しい、まあ、これ、マクロスライドなんかも入ってますから、難しいということであるのであれば、別ッ 枠組みを作って、障害の方がその収入で、えー、最低限暮らしていける、そうした、えー、別の手当というような仕組みを作るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか加藤厚労大臣。ですから、その障害の面と先ほど申し上げた所得の面でありますから、したがって、今のご指摘は、障害があって生活に困窮されている方。 また同時に障害はないけれども、生活に困窮されている方もおられるわけでありますから、あそこをどうするかというか、お議論なんだろうというふうに思います。で、それについては、今申し上げた、先ほど申し上げたような仕組みの中でですね、最後のセーフティーネットとしては、生活保護が用意している、これが今の、この、私どもの運営している社会保障の仕組みであります。まあ、もちろん、それぞれの中において、不断な目直しをしていくことは必要だというふうに思っておりますけれども、まあ、委員御指摘のように、障害があるから、 ということよりは、むしろ生活の厳しさという点でどういう支援があるのか、たぶんそういった議論は必要なんだろうというふうに思います高木まり君。あの生活保護、まあ、生活が苦しいからというののの中には、確かに、えー、働こうと思っても、働けないという事情は障害じゃなくても、まあ、病気とかいろんなことは確かにあると思います。 でも、えー、生活保護になってそれでも、えー、その状況を、えー、今の厳しい状況から出して例えば病気が治ってあるいは えー、いろんなこ,うことが再び働けるようになったら、働けるというのが、えー、生活保護の場合には、えー、いろんな方の中にはあるけれども、障害を負って、それが固定化されてしまって、もうその、えー、家督能力という意味で固定化されていたら、そこで年金額がちゃんとしっかりしてなかったら、あの障害年金、防品だっていいますけど、困窮の方に運命づけられる。 制度をこの障害年金が作ってしまっているとも言えると思いますが、どうですか橋本年金局長。まあ、あのお障害年金の、まあ、考え方について、先ほども、まあるるルルル申し上げました、まああのさ、先ほどご紹介した中では、まあ、基礎年金についての、まあ、あ考え方を申し上げましたけれども、まあ、もう一つあの、障害あの年金というのは2階建ての年金でございますので、 1>, えー、1階の部分の基礎年金、それから2階の部分の厚生年金がございます。で、障害厚生年金について見ると、まあ、あの <coughs> 通常ですと、まあ、それぞれの加入期間、厚生年金の加入期間というものに応じて、まあ、それに標準報酬額をかけた形で計算をしていくような額になりますけれども、あの障,害の場合障害年金の場合には、まあ、あの加入期間が1年、えー、加入したような場合で,であったとしても、 まあ最低300月、つまり25年分が最低保障されるような形で、老齢年金では保障されてないような、特別のそういった金額面の配慮というものもされております。まあ、年金の仕組み全体の中での一定の限界はございますけれども、先ほど申し上げたような基礎年金についての配慮と合わせて、年金制度としてのできる限りの配慮をしているというところは申し上げさせていただきたいと思います。高木真理君 はい、いやまあ、年金の限界と年金で無理であればやはりまあ様々な制度をあの社会保障の中でということでありましたけれどもまだまだその社会保障の部分が足りないのでまあ、手当のような形での支給を希望をさせていただきまして次の質問に移ります新型コロナワクチン生産をめぐる問題であります私この問題令和3年度決算を調べている過程で えー、厚生労働省所管の基金をチェックしていて、えー、気になった問題点であります、えー。コロナワクチン生産をめぐる基金は、まあ、2つにまたがっていて、えー、どう分かれ、どういう分担になっているのかなと気になったところから始まりました。えー、ワクチン生産体制等緊急整備基金、これ、令和3年度では7351億4300万円、えー、支出されております。それから もう一つ、革新的研究開発推進基金という中に、2種類事業が分かれていて、その中のワクチン開発推進事業、これが令和3年度324億7600万円支出をされております。今申し上げた事業の方は、A メ e d を通じて基礎研究から臨床試験の1層、2層のところをやるもの。 となっていて、その後の酸素試験以降、それから製造までというところを、えー、もう一つのワクチン生産体制等緊急整備基金の方で、えー、見ているということでありました。まあ、この校舎のワクチン生産体制等緊急整備基金 まあこういう名前なので、全部ワクチン生産、国産のワクチンが作れるようにするために使われているのかなと思ったら、まあ、実は一部に名前に偽りありで、えー、ファイザー、モデルナ、武田の3社から製品としてのワクチンを買うために、6626億2800万円、まあ、使われていたということで、国内生産のために使われたのは725億1500万円。 とということでありました、まあ、あのファイザー、モデルナ、武田の3社からのワクチンの購入は、他にも予備費が充てられているかと思うので、この基金からだけではないとは思うんですが、こういう構造になっている基金でありました。まあ、それでも私も国産ワクチンを作れるようにするというのは、極めて重要なことで、先ほど、川田委員の方から、メッセンジャー RNA ワクチンの まあ危険性について、もっと注視が必要ではないかというあの指摘もありましたけれども、え他の製法も含めて国産ワクチン、取り組まれているので、こうした投資を国が事業として進める妥当性は評価するところであります。まあ、しかし、心配があるんですね、それは実はこの事業が、残念ながら役に立たないものになってしまわないかというふうに思うからです資料ををおお配りりしております。 コロナワクチン開発の進捗状況、主なものというもので、現在、この基金などが投じられ、先ほど紹介した数字は令和3年度のものだけになっておりますが、基金を応おうとすると、令和4年度の数字、まだ出てきておりませんので、令和5年度においても引き続き予算は執行されているということでありますが、数字はご紹介できませんでしたが、今、マーカーを引いた3つの えー、ワクチンが薬事承認申請を、えー、して、承認待ちだということになっています。一番早いのが、この塩野義製薬の組換えタンパクワクチンの、えー、昨年11月24日、申請のものなんでありますが、これ、ワクチンの薬事承認申請が、 認められるまでには、まあ、通常だと1年かかる、今、優先的になるべく努力をして、早めにこう認められるようにしようということにはなっているようでありますけれども、えー、しかし、やはりそもそも結構かかるものだということで、となると、まあ、一番最近で申請されたのが、 去る4月28日に申請された明治聖火ファルマのものでありますけれども、こういうものが申請され、承認される頃には、もうみんな国民があんまりもうワクチンいいやと言って、打たなくなってしまうのではないかというふうに思うわけであります。先日、川田委員がまあ海外では追加接種がほとんどされなくなってきているというグラフの紹介がありました。 まあ日本では、えー、先ほど来、えー、高齢者を、あるいは重症化予防などを含めて、えー、持病がある人などにもということで、えー、推奨はしていくということでありますけれども、これがどのくらい国民に本当に使っていただけるのか、だんだんこう、 二類から五類になって怖い病気だという認識もなくなると、若い人中心に全国民が打つという感じにはなっていかないというふうに思いますが、これが投資の無駄といったものになりはしないかと、まあ、ちょっと心配するわけでありますが、大臣のご見解を伺います加藤厚労大臣。あのい,いくつかこう 議論が1、まあ、つはあの今、委員からお話がありました、国産の残念ながらワクチンは今の段階で薬事承認を受けたものがないということ,をいうことで、今、打っているワクチンは基本的にはファイザーとモデルナのオミクロン株対応2価ワクチン、または武田さん社のノバパックスワクチンということになっております。で今後、その秋冬以降、どういうワクチンを使っていくのか。 あるいは来年度以降、ワクチンをどうするのか、これはさらに議論していかなければなりません。それを前提とした上えで、それのタイミングまでに当該国内ワクチンが薬事承認を受けて生産できるようになっていくのか、またそこで提供されていくワクチンが国として選ぶワクチンと符合するのかどうかといったことがまさにこれから議論していかなきゃいけない、検討していかなきゃいけないというふうに思っております。で これが今のコロナのワクチン対応ですけれども、このコロナのワクチンの議論の中で、やっぱりが国におけるワクチンそのものの開発能力、生産能力が低いということが指摘をされ、また実際私もそうだった、そうすると、今回だけではなくて、今後もさまざまな感染症というものが出てくる、当然それにはワクチンというものも一つの有効な対応策ということですから、その基盤をどう引き続き、このコロナが収束したとしても、 どう維持していくのかということも人に求められていくというふうに思っておりますで。生産体制についてはかなり支援をしてますから、これはしっかり維持してなければなりませんが、じゃあ、それをどう維持していくのか、まあ、そういった点については、今後です、ね、今申し上げた今回のコロナ対応とその後含めてです、ね、考えていかなきゃならない課題だというふうに思っております高木まり君。 はい、あの今後に向けて、ワクチンが未知の感染症、これから起きるかもしれない、そうしたものが出たときにも対応できるワクチンが開発できるようにということで、まあ、令和3年6月1日には、閣議決定で、ワクチン開発生産体制強化戦略というもので、スカーダという組織を司令塔にして取り組んでいくということも決められているようで。 私若干心配になったのは、えー、もう新しい未知の感染症に対する、えー、作戦もできて、そちらもやっている、だけど、二方面作戦で、えー、今ある感染症のこともやらなきゃいけない、なんかあの、えー、このコロナワクチンはある種、 間で取り残されるようなものになりはしないかというふうに、ちょっと思ったわけでありますけれども、これは生産体制など含めて、今後のワクチン製造にも、まあ、未知のこれから起きる感染症のワクチンを製造するということにおいても、有効な投資であるというふうに考えてよろしいでしょうか佐原健康局長。はい、あのまさにそのとおりであると考えております高井真理君。 分かりました。あのせっかくあの投資をしているものなので、えー、それが有効に活用されるようにということは、えー、期待をしたいというふうに思います、えー。次に移ります。障害者就労支援施設 B 型の運営について伺います。えー、障害者就労支援施設 B 型、まあ、こちらの利用者さんが、その中で、えー、作業お仕事をする中で、えー いろいろ生産活動もし、コーチもいただきという中で、指導をされる指導員さんも入って行われている施設でありますけれども、こちらの施設を運営に参画している方からご意見を伺いました。 この方のやっている施設、一生懸命利用者さんのためにということで、活動をしているけれども、本当に運営に対する報酬水準が低くて、思いだけで何とか持たせているけれども、これでは持たないというご意見でありました。まず最初に伺いたいのは、利用者さんの賃金水準に合わせて、 えー、最終的なあごめんなさい、えー、利用者さんの賃金水準そのものについて伺いたいんでありますけれども、平均の利用者さんの、えー、賃金水準は一万六千四百五円だということであります。これ工、えー、賃の月額によってこの施設に入る運営費も変わってくるということで。 ありますけれども、そもそもこの利用者さんの賃金水準が1か月働いて1万6405円というのは、とても低いのではないかと思いますが、それについてご見解を伺いますえみ障害保険福祉部長、えー。障害支援継続支援 B 型で働く障害者障害のある方のコーチにつきまして、その向上を図っていく。 ということは非常にのため、基本的な方針を設定した上で、手厚い支援を行う場合とか、平均工値が高い場合にご指摘のように、基本方針を高くするような設定を行うとともに、工賃を引き上げるための支援事業を都道府県を通じて行っているところでございます。金額について、先ほどございましたが、平成令和3年度の平均工賃は1万6507円でございまして、 これはコロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の1万6369円を上回ったところでございます。障害者に対しての就労支援につきましては、就労支援 B 型のほか、雇用契約に基づき、就労いたします A 型、また一般就労等もございますので、そういったさまざまな就労を視野に入れて、支援を行ってまいりたいと考えております高木真理君。はい えー、この従業員の方の配置も、えー、7.5人対1、えー、の配置か、まあ、10対1かということで、体型が変わるようでありますけれども、えー、実際に働いていらっしゃる方は、えー、ケアしなきゃいけない障害の程度にもよりますが、 えー、排泄の解除などが必要なケースなどもあり、そうすると、まあ、もっともっと厚くしないととてもではないけれども現場はできない、えー、この方のところでは4対1でやっている、えー、それがまあギリギリだというふうなことでおっしゃっていました。まあ、こういった現場の 状況という意味で、えー、この配置が適切かどうか、この基準2種類しかないということが、これをアンケートを取るなどして、現場の声を配置基準の見直しなどに生かすというようなお考えはないか、おいま塩見障害保険福祉部長。ご指摘いただきましたあの、10対1でございますけれども、えー、就労継続支援 B 型事業所はあ、生活介護のような常時介護を必要とする障害のある方を、 対象としたサービスは異なり、障害の重さにかかるさまざまな方が対象となっておりますので、最低基準として10対1を設定をさせていただいた上えで、個々の事業所における支援体制や取り組みを評価するために、7.5対1です、ね、以上の手厚い就労体制が取られている場合の単価を設定するとともに、さまざまな取り組みを行う場合、また、 指導員を配置する場合の加算も設けることによりまして、最低基準の10対1を上回る手厚い支援体制を取るということを可能としているところでございます。ここれらの報酬単価につきまししてはこうした様々な 配置を行っている現状があることを前提に、全国の事業所の収支状況について、経営実態の調査を行い、その結果を考慮して設定しているところでございますけれども、障害のある方がお一人お一人の希望、就労能力が適正に合った就労ができるように、必要な人員体制や報酬に向けまして、今後とも現場の状況を注視しながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。中井真理君はい えーまあ、利用者さんの賃金水準、従業員の配置、それから地域区分、そこまでちょっと質問できませんでしたけれども、えー、こういったことが、えー、基準になって、計算式があって、えー、運営費が決まっていくわけでありますけれども、これがなかなか持続可能な、えー、報酬水準といえないという現状だという声が届いておりますので、ぜひその見直しを図っていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました